はい、ってことで忍者龍拳伝2の続きです。今回は第5章からね。ああ、3回目ともなるとあまりのうぷ主のヘボっぷりにもはや誰も見てない説ありますが張り切って参りましょう。誰も見てないってことはないと思うけど下手すると再生回数2桁くらいにはなってそうよね。だとしてもここまでやったら最後までやりきります。まあ中途半端なところでやめたらなんか気持ち悪いしね。で前回の最後ですでに残機ゼロだったのでサクッと穴に落ちて早速ゲームオーバーです。第5章も長い戦いになりそうね。いつからだ、いつからお前はうぷ主がすんなり5章をクリアできると思っていやがったんだ。いやそんなこと最初からみじんも思ってないのよ。で地味にペチペチダメージ食らっとりますがムキムキせずに心穏やかに進んでいきましょう。いやなんなのよムキムキて、てか開始早々イライラするんじゃないわよ。動画的には始まったばかりですが、プレイ自体は続けてやってるのでこの辺からうぷ主さん結構体力的にも精神的にもしんどくなってきております。変に無理しなくてもどうせレトロフリークでプレイしてるんだからクイックセーブしてまた別の日にでもやればよかったでしょうに。そしたらそのままやらなくなるパターンになりそうだったのでたとえぶっ倒れたとしても最後までやったろうかなと。いやぶっ倒れたらあかんやろ。てかそこまで気合い入れてプレイしたってことはやっぱ全クリできたってことかしら。だからそこは最後まで見てのお楽しみだって言ってるでしょうよ。いやだからなんでそこ固く何言わないのよ。はい、お前がうるさいせいでまたやられました。だから毎度毎度人のせいにするんじゃないわよ。でこの後またお前のせいでもう一回同じところでやられ。おい。あっという間にまた残機ゼロになりました。今度はここでハマるパターンかしら。いや、今度は先進めます。だといいけど。でさっきやられたところに戻ってきましたが、今度はこの通りサクッと進めました。てかそもそも2回もやられるようなところじゃない気がするんですけど、うっせハゲ。だからすぐハゲハゲ言うんじゃないわよ。じゃあ頭皮と想像しくなりし赤きまんじゅう。言い方変えただけでしょうが、てかなんで古文教なのよ。え、今これがブームなんじゃないの。いや末広がりづかて。てか別にそこまで流行ってないから、てかそうこう言ってるうちに瀕死じゃない。大丈夫大丈夫、この通りギリ次に進めたから。あれ、ビジュアルシーンが挟まったってことはもう終わり。いや、この後まだステージ続きます。この辺からさらにビジュアルシーンが多くなり、いよいよ終盤って感じになっていきます。本当にファミコンのアクションゲームとは思えないくらいビジュアルシーンが豊富よね。ああ、この気合の入ったビジュアルシーンがあるから難しくてもなんとか頑張れるところあるよな。ってことでビジュアルシーンが終わりここから5の2になります。今度は氷のステージなのね。ああ、地面が滑るからここも操作が大変だな。で残機ゼロの体力1だったのであっさりゲームオーバーとなり再スタートです。ここも抜けるの時間かかりそうね。ああ、この後30分くらいここでがっつりハマりました。マジか。なので何度もやられまくった後にうまくいったところの映像をお見せします。いつもみたいにやられまくったところ見せないのね。多分さすがにうぷ主ヘボプレイファンの皆様もやられシーンはお腹いっぱいだろうから今回はその辺ちょっと少なめでいきます。まあ時間もかかるしね。でまた嫌なところにスライムいますがここは先に手裏剣で倒しておきます。あれね、地面滑るけど垂直に飛ぶと勢い殺せるのね。ああ、なので危ないと思ったら垂直に飛んで勢い殺しつつゆっくり進みます。おお、なんかスムーズ。まあパターン覚えるまではアホほど今の雲のところでやられたんですけどね。そうですか。で次に来ましたがここは何もないのですぐまた下へと降りていきます。ここちょっと怖そうね。ああ、最初に来た時は見事にここで落ちました。でここも個人的にはやられポイントでした。いきなり下から敵出てくるし初見だと引っかかりそうよね。あとこの辺はなんかわちゃわちゃしてて何度やってもあんまりスマートには抜けられませんでした。うん、だいぶ無理やり通ってる感じするわね。
で、ここは一気に駆け抜けないと後ろから来る敵に吹っ飛ばされて転落死しやすい感じでした。本当に敵の配置が絶妙にやらしいわよね。で、ボス戦になったわけなんですが、最初に来た時はこんな感じで、ボス戦前にビジュアルシーンが挟まります。ビジュアルシーンは一回見たら流れなくなるのね。ってことみたいだな。お、ちゃんとアイリーン返してくれたわね。アイリーン。うるさいわね。叫ぶためだけに元の姿に戻るんじゃないって言ってるでしょうが。だってアイリーンが。アイリーン。だからうるさいんだってば。お、ロバート出てきたな。うん、だからそれ違うロバートなのよ。ロバート。いや、もう本当に叫びたいだけじゃない。ってことで、怒りマックスオリックスな状態でアシターさんと戦うことになったわけですが、いや、やる気マックスオリックスみたいな感じで言うんじゃないわよ。ここでもアホほどやられたので、うまくいったところだけお見せします。なんか弱くない？アシターさんパターン分かれば正直雑魚です。マジか。まあ、パターンわかるまでが大変だったんですけどね。パターン見極めるのに相当時間かかったみたいね。てか言うほどパターン把握できてなくない？いや、無視するんじゃないわよ。うっさいねん。プレイしてるのがウプ主なんだから仕方ないやろが。なんとなくやんわりとでもパターンわかっただけでも褒めて差し上げなさいよ。いや、なんでそれくらいで褒めないといけないのよ。まあ、とにかくある程度動きがわかればウプ主でも落ち着いて戦える程度のボスってことです。はい、ってことでこの通り一瞬で倒せてしまいました。いや、全然一瞬じゃないし、なんならまあまあ手こずってたじゃない。まあ、とにかくまたビジュアルシーンです。あ、写真券が消えた。最後の力を振り絞って何かを発動させたって感じかしら。なんかそんな感じっぽいな。ってことで、ここから第6章です。アイリーン大丈夫そうね。ああ、剣で貫かれてるのになかなかタフだな。
はい。ってことでアイリーンはロバートに任せてユーは先に進むことになりました。でここはこんな感じで背景の裏を通って進んでく感じになってました。そういえばファミコンはスプライトを背景面の奥にも配置できるんだっけ？ああ、確か奥から背景色、スプライト後面、BG 面、スプライト前面、みたいな画面構成じゃなかったかな。まあ例によってど素人のうぷ主さんのうろ覚え発言なので間違ってたらごめんだけど、ファミコンの BG 面やスプライトについてちゃんと知りたい方はまた各自ググってちょんまげ。いやちょんまげて、今の時代その言い回し誰も使ってないのよ。あえて死者蘇生していくスタイルだっていつも言ってるだろうが。別に蘇生もできてない気がしますけど。まあとにかくこんな感じでダメージは受けつつも割と順調に進んでたわけですが。って感じでノックバックからの落下しでサクッとゲームオーバーです。今油断してたわね。でさっきのところまで戻ってきました。すでに瀕死ですけど。そしてやられましたけど、気にしたら負けです。で一気失いはしましたがまだ残機あるのでここから再スタートです。今度は落とされなかったわね。ああ、ここはそこまで足場悪くないし落ち着いていけば問題なさそうだな。危な。うん、穴少なめな場所でも穴のあるところではしっかり落としにかかってくる敵の配置になってるな。穴が少ないからって油断してると痛い目見そうね。そうだな。はい、ってことでサクッと抜けてまたビジュアルシーン挟まります。いや最後だいぶ無理やり抜けてった感ありましたけど。でここではこんな感じで竜が壁に張り付いて敵の本拠地っぽいところを眺めるというかっこいい演出が入ります。おお、確かにこれはかっこいいわね。ああ、いよいよクライマックスって感じがしていいよな。なんかヤバそうなので出てきたわね。ってことでここから6の2です。うんこの取り嫌い。だいぶ後半になるのに未だに刀でうまく取り切れないわね。刀の当たり判定もうちょっと大きくてもいいんじゃないかと思います。いや今更そこ文句言うんじゃないわよ。で鳥にだいぶ体力持っていかれたせいで地味にしぼんぬしました。まあでもここは穴もなさそうだし体力振るならそこまで大変じゃなさそうよね。ああ、6面は全体的にちょっと優しめみたいだな。てか鳥にダメージ受けすぎじゃありませんかね。他の敵と戦ってる時にちょうど嫌なタイミングで出てくるんだから仕方ないやんけ。まあ確かにちょっと避けづらそうではあるけれども。いやもう体力やばいじゃない。まあでもなんとかボスまで来られました。いやでもこの体力じゃもう無理でしょ。諦めたらそこで試合終了だって安西先生に言われたやろが。うん、だから違う名言出ちゃってるのよ。まあとにかくやっぱりあっさりやられました。でしょうね。ってことでコンティニューしてもう一度ですが、今度は先ほどよりは体力を残した状態でボスにたどり着くもまたやられ、3度目の挑戦です。いや結局道中で体力半分になってるじゃない。まあでもなんとなく戦い方分かってきたので今度こそいけそうです。そうなの？ああ、とりあえずまずは壁に張り付いて忍術ポイントが尽きるまで飛竜弾を当てます。おお、一気に削れたわね。あとはやられる前にちょいとぶっ叩きます。ちなみに2体いますがダメージが入るのは最初に右側にいた1体だけみたいです。片方はダミーなのね。ってことでこいつも対処方法さえわかれば結構楽に倒せました。あとさっきのボスはケルベロスって言って1にも出てきたボスです。ユウも何かに気づいたみたいね。
そして負傷したロバートが一人でやってきました。アイリーンはどうしたのかしら？アイリーンさっきの奴に連れ去られたのね。てめえロバートちゃんとアイリーン守っとけや。何一人で逃げてきとるんじゃボケ。うるさいわね。きっとロバートごときじゃどうにもならなかったんでしょうに。いやなんかお前までさりげなくひどいこと言ってるし。あらやだ。まあとにかくここから第7章です。ようやく最終章ってことね。そうだな。いやそれ死亡フラグ。ああ、ここは任せて先に行けパターンだな。いやお前のせいでさらわれたのに何カッコつけてるの？もうやめて差し上げなさい。ってことでロバートさんが盛大にフラグを立てたところで7面スタートです。案外生き残るパターンだったりして、そしたら私がこの手でとどめを。やめなさい。まあとにかく先進めていきましょう。最後の面だけあっていかにもな雰囲気のステージになったわね。ああ、背景に緑色のドロッとした滝が流れてたりしてなかなか雰囲気あるよな。でもちょっと目がキカキカするわね。まあそこは我慢しましょう。今忍術ポイント足りないのに手裏剣使おうとしたわね。いけませんかね。あーほらお前がちゃちゃ入れるから落っこちたじゃないか。だから私のせいにするんじゃないわよ。ちなみにこの後またお前のせいで同じところで落っこちました。おい。まあでも3度目の正直で次で超えられます。あと少し進めば次いけてたのね。あー、お前のせいで2期無駄にしたな。まだ言うか。お、巻物ね。ああ、これで忍術ポイントの最大値が80になったけど、最終ステージで80ってことは2つほど取り逃してるな。全部取れてれば100になるはずなんだっけ。ああそのはずです。まあでも80もあればなんとかなるだろ。だといいけどね。でここで地味にやられてまたゲームオーバーです。うん、なんとなく今のところでやられそうな気はしたけどね。でこの後地味に結構やられたので、うまくいったところまでカットです。結構ってどれくらいやられたのよ。まあ高々2回ほどゲームオーバーになっただけです。そうですか。嫌なところで鳥が湧くわね。ああ、ここもまあまあ落としにかかってきてるよな。お、今度はいけそうね。ああ、ちょっと無理やりだけどなんとか落とされずに通れました。いや何やってるのよ。はしごっぽくなってるところじゃなくても上いけないかなと思いまして。まあ結果ダメだったので素直にはしご登ります。で上に移動した途端火の玉に囲まれ焦ってしまい、サクッと落とされました。まあ確かにここはちょっと焦りそうだけれども。で残機ゼロで後がなくなったのでとりあえず安全なところまで火の玉引きつけて倒しました。でもまたすぐ出てきたわね。まあでも一匹だけしか復活しないみたいだから大丈夫です。でこの後は足場は悪くないんですが敵の攻撃がまあまあ激しいところを左に進みます。確かに落ちる心配はないみたいだけど結構敵いるわね。
まあでも無理やり突っ切って次進みました。お、またビジュアルシーンになったわね。ああ、とりあえず7の1は抜けられたな。でロバートさん頑張って足止めしてくれてるようですが、そろそろ限界みたいです。ロバート本当にやられちゃったのかしら？どうなんだろうな、今のだけだとまだ何とも言えないな。でここから7の2になるんですが、ここからが今までとは比べ物にならないくらいしんどかったです。そうなの？ああ、まずは体力が残り少なかったこともありサクッとやられ。その後コンティニューして頑張るもこの通りやられまくって。一向にここから先に進める気配がございません。いや結局やられまくったところたっぷり流してるし。今のはほんの一部で実際にはこの何十倍もやられまくってます。マジか。ではもろもろカットしてうまくいったところをお見せします。まあでもなんとか先に進めたわけね。ああ、だいぶうぷ主の心が折れかかってきてはいるけどまだなんとか頑張ってます。まあここまで来たらゼガヒでもクリアしたいわよね。てかうまくいったところ見せるっていう割にはあんまりスムーズに進めてないわね。黙れゴミまんじゅう。誰がゴミまんじゅうよ。難しいところなんだからたとえスムーズじゃなくてもとにかく先進めやそれでいいねん。てかお前みたいにやったことないエアプ野郎に限ってこんなの簡単だとか言ってくるんだよなぁ。あーいやだいやだ。いや誰がエアプ野郎よ。簡単だとは言ってないでしょうが。まあとにかく進めたは進めたけどプレイしてるのがうぷ主なんだからスマートさとか求めちゃいけません。はいはい悪かったわよ。じゃあ3回回ってワンって言った後に土下座して靴ペロな。うん、殴るわよ。おっと危ない危ない。ちぃ、身代わりか。でこんな感じでダメージ受けまくってはいますがなんとかじりじりと前には進んでおります。ここはちょうど落下地点で敵が弾吐いてるのね。ああ、ジャンプするタイミングミスると弾食らって即落下です。でこの通りなんとか次に進めました。これでゲームオーバーになるまではやられてもここからになるわけね。ああ、まあ油断するとあっという間にゲームオーバーでまたさっきのところからになるけどな。でさっきのところに負けず劣らずここも敵の配置がかなり荒らしいです。穴のあるところは確実に落としにかかってきてるわね。ああ、最後とはいえこんなに難しくしますかね。アイテム取ろうとしてるみたいだけど手間取ってるわね。ああ、下が穴だから切ってすぐ取らないと落ちて消えちゃうから慎重になってます。お、一気アップね。ああ、これでちょっと余裕が出ました。うわ、ここ3匹もいっぺんに取り出てくるのね。ああ、ここ個人的にはこのゲームの最難関ポイントトップ3に入るんじゃないかっていうくらい進みづらかったです。確かにここはかなり大変そうね。ああ、鳥3匹のところを抜けてもすぐさまこんな感じに敵がわらわら出てくるので相当ここでもやられました。うん、敵の復活ポイントがあからさまに嫌なところにあるわね。ああ、なのでさっきのところは無理に倒そうとせずにダメージ覚悟で突っ切った方がうぷ主的には進みやすかったです。でだいぶ瀕死ですがさらに奥まで来られました。7の2は結構長めね。ああ、進むの大変な上に長さもそこそこあるからゲームオーバーになって戻されるとだいぶ精神的にきついです。で瀕死だったのでここで一気失いまして、ここからまた進めていきます。まあでも言ってもそろそろボスよね。ああ、ここさえ抜ければもうボス戦です。なのでなるべく体力を温存しておきたいところですががっつりダメージ受けております。ボスにたどり着けたとしてもまともに戦えなそうね。まあでもまだ残機あるしとりあえず様子見ってことで。って思ってた時期がうぷ主さんにもありました。何よその言い方は。まあとにかく一旦ビジュアルシーンが挟まります。お、アイリーン無事だったわね。
邪気を打って1で優に倒されたのよね。ああそうだな。なるほど、一度やられたけど邪神の力で蘇ってたのね。ああ、しかもパワーアップして復活してるみたいだし、こうなってくるとアシターさんのかませ犬感半端ないな。途中まではアシターがラスボス感出してたのにね。邪神剣は消えたんじゃなくて邪気王の元に戻ってたのね。そうみたいだな。なるほどなるほど、竜の血とアイリーンの肉体を邪神に捧げればいいわけね。いやさりげなく邪気王側につこうとするんじゃないわよ。ってことで邪気王と戦闘になり、初見で体力も半分しかない割には割と善戦したんですが、って感じで火の玉を避けきれずあと一歩のところでやられました。まあでもまだ残機があるから次は、ってなんでまたここからなのよ。ああ、ウプ主も目を疑ったんだけど、どうやらボスでやられるとまた7の2の頭からになるみたいです。マジか。この後も散々やられながらボスまで行ってはみたものの、どうしてもなかなか勝てないので、ここからついに攻略サイトを頼ることにしました。ここまで来て自力クリアは諦めたのね。ああ、ぶっちゃけ何遍邪気王と戦っても一向にパターンがつかめなかったのでもうウープ主さんの心はバッキバキに折れております。そうですか。ああ、もうここまで来ると楽しいより苦痛の方が勝ってます。いやだからそこまで無理してやるもんじゃないでしょ。ここまで来てエンディング見ないのはさすがに悔しいでしょうが。いやまあそうだけれども。でなるべく体力を減らさないように慎重にボス部屋まで進んでいきます。お、回復取ったから今度は体力フルで挑めるわね。ああ、これでダメならもう無理だな。でこいつの倒し方なんですが、攻略サイト見てみましたがどうやら動きは結構ランダムみたいで、完全にパターンを読むのは無理みたいです。いやじゃあどうするのよ。なんか壁に張り付いて良きところで飛び降りてある程度火の玉食らうのは覚悟して分身で切っていくのがいいみたいです。結構アバウトな攻略法ね。まあでも今までよりはだいぶ戦いやすくなりました。確かに結構いい感じでダメージ入れられてるわね。ああ、地味な戦法だけど焦らず続けてればこっちの体力がなくなる前には倒せそうだな。ってことで結構ギリではありましたがようやくなんとか邪気王撃破です。おお、やったわね。これで全クリ。いやまだ続きます。マジか。まあとりあえずビジュアルシーン見ておきましょう。邪気王の血かしら。そうみたいだな。なんか嫌な予感がするわね。そうだな。あーやっぱり。うん、竜の血じゃなくて邪気王の血が邪神に捧げられたな。
アイリーンが。アイリーン。うるさいわね、もうそれいいから。おや、邪気王の腕が。邪気王死んだわけじゃないのかしら。いや、どうやら邪神が邪気王の体をより白にしてるって感じみたいだな。うわ気持ち悪。ああ。ファミコンのグラフィックでもここまでグロテスクな表現できるんだな。いやなんか感心してるし。はい、ってことで今度は邪神と戦います。体力減ったままなのね。ああ、なので特に何もできずサクッとやられました。ちょ、また戻されたじゃない。まあでも邪気王は倒したのでまたボスのところまで行けば今度は邪神との戦いからになるので大丈夫です。それなら良かったけど、でも結局またここ進まないといけないのよね。ああ、骨が折れることには変わりないな。ってことでこの後もボスのところに戻るまで時間かかったし、さらにはボスにたどり着いてもなかなか倒せなかったので、またうまくいったところまで飛ばします。ねえ一体何時間プレイしてたのよ、普通の人ならひっくらい。そうですか。で本当は忍術は円盤の術の方がいいみたいなんですが、うまいこと取ってこれなかったので風魔手裏剣で頑張ります。お、結構一気に削れたわね。ああ、分身の分も忍術多段ヒットさせられるとだいぶ楽になるな。まあでももう忍術ポイント切れてしまったのであとはやられる前に叩き切ります。おお、やったわね。今度こそ全クリね。いえまだです。まだ続くのね。とりあえずまた一旦ビジュアルシーンです。最後は一戦ごとにビジュアルシーン挟まるのね。ああ、かなり演出に気合入ってるよな。ってことでお次は邪神の第二形態と戦います。これはまたやられて七の二の頭からになるわね。ああ、瀕死だったのであっさりやられてまた道中からです。でいい加減ここも見飽きましたが最後はあえて通してみていきます。いやなんでよ、最後が一番道中をうまく進めたからです。そうですか。まあもうどうせ30分を軽く超える動画になってるし今更ちょっとぐらい長くなったところで誰も文句言わないだろ。てかもう誰も見てない説すらあります。まあほとんどの人は途中でリタイアしてそうよね。ああ、もうそこら中でやり尽くされてるゲームな上にスーパープレイでもなんでもないただのヘボプレイなので、ここまで見続けることができたそこのあなたは立派なウプ主ヘボプレイマニアの一人として3人の中に内包して差し上げます。いやだからそれなんか怖いのよ。どこが怖いんだ。最終的に全人類を3人に集約するというウプ主なりの人類補完計画じゃないか。何わけのわからないこと言ってんのよ。てかそっちの方が怖いし。まああれだな、さすがに等倍速で見るのはだるいのでボスまでは早送りで見ます。いやだったらカットしても変わんないじゃない。そこはほら気持ちの問題です。そうですか。はい、ってことで今度こそ邪神と決着つけたります。ねえ道中はやられずに来られたのは分かったけどちゃんと勝てたんでしょうね。ああこの通りもうバッチリ戦い方は頭に叩き込んであるのでここまで来ればもう勝ったようなもんです。いや結構手間取ってる感ありますけど。ちゃうねん、最初に頭破壊してその後コアを攻撃しないとダメージ入らないらしいねん。そうだったのね。やれやれこれだからせっかちイライラ赤まんじゅうは。誰がせっかちイライラ赤まんじゅうよ。知らなかったんだからしょうがないでしょうが。で頭を破壊すればあとは上から降ってくる弾に気をつけつつコアをペチペチしてあげればって感じで意外と楽に勝てます。ちょっとあっけなかった気がするわね。まあ最後は攻略情報に頼ったしな。
自力だったら最後ももっと苦戦したと思います。まあそれもそうね。けどまあどちらにせよ邪神は第一形態の方が強かった気はするけど。とにかくこれにてようやく全てのボスを倒せました。最後は攻略情報に頼りはしたけどなんとか全クリできたわけね。ああ、どうせ攻略情報見るなら最初からがっつり見ておけばもう少し早くクリアできたな。いやそれは勝手に変に意地張ってプレイしてたのが悪いんでしょうに。まあとにかく最後のビジュアルシーン見ていきましょう。城が崩壊しだしたわね。そうだな。結構崩れ切るまでに時間かかるわね。そうだな。そろそろ崩れ切った感じかな。お、リュウとアイリーンはちゃんと脱出できたのね。アイリーン助からなかったのね。まあそう思うよな。というと、まあ見てなさい。お、なんか龍剣が光り出したわね。ああ龍剣が光の玉になった。おお、アイリーンが生き返った。ああ、龍剣と引き換えにアイリーンが復活しました。なんか龍が急にロマンチストになったわね。そこは気にしないでおきましょう。おお、夕日が沈んでいくわね。ああ、1だと最後に朝日が昇るみたいなんだけど、2は物語の最後なので夕日が沈むって演出みたいです。あれ、3もあるんじゃなかったっけ？忍者龍剣伝3は1と2の間のストーリーになるみたいです。そうなのね。ああ、龍剣もアイリーンを助けるために亡くなっちゃってるしな。ってことでここからはスタックロールです。そういえば結局ロバートはどうなったの？
その辺ちょっと気になったのでウプ主も調べてみたんですが、どうやらこの時点では生死不明ってことみたいです。この時点でってことは後々はっきりするってこと？そうみたいだな。まあ気になる方は各自ググってみてください。ってことで結局なんだかんだで30分どころか40分超えの動画になってしまいました。最後動画分けた方が良かったわね。お前があんまりダラダラ回数増やすなって言ったんやろが。いやまあそうだけれども、その辺はバランス考えてケースバイケースでしょうよ。うっせハゲ。あーん。まあとにかくかなり苦労してクリアした甲斐あってかなりの達成感は得られました。良かったわね。ああ、せっかくなので1や3のクリアにも挑戦してみたいなと思いました。数年後に。いやだいぶ今回で参ってるじゃない。ああ、グラフィックも音楽もかっこよくてとてもいい作品なんですが、いかんせんウプ主にはこのシリーズちょっと難しすぎます。まあ確かにヌルゲーマーかつヘボプレイヤーなウプ主にはちょっと難易度高すぎるわね。1より2、2より3って感じで後の作品ほど難易度抑えめにはなってるみたいなので、2はなんとかクリアできたから3もいけそうな気はするけど、1は頑張ってもちょっと無理そうな気がするしな。まあ別に無理にすぐ挑戦しなくてもやりたくなったら挑戦してみればいいんじゃないの。それもそうだな。ってことでこのままエンディング終わるまで映像は流しておきますが、ここで一応締めておきます。かなり長い動画となってしまいましたが最後まで見てくれたそこのあなた。愛してます。いや急に何言い出してんのよ。まあとにかく今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.